阪神森下に最後通告関本氏が直言過去の打撃を捨てろ小田戦の不審が続く中で2年目の外野手森下翔太23も苦しんでいます19日には岡田監督から直接指導を受けたことがあります関本健太郎氏45本市の評論家は不審から抜け出すために変わる勇気が必要だと説きました森下のスイングには迷いが見られます 岡田監督からの直接指導を受けた19日の練習でその内容をなかなか消化できていないようです22日の試合ではスタメンから外れバットをどう振れば良いかについて悩んでいると思われます岡田監督のアプローチは非常にシンプルです私も二軍監督時代に成尾浜でその指導を受けました彼の基本的な考え方は守備ではキャッチボールつまり補給して投げることを重視しています そして打撃の基本はトス打撃で5メートル先から上げられるトスをしっかりと相手に打ち返すことですこのアプローチに従えばバットは自然に上から出てボールをコツンと弾く形になりますただしアッパーで振るとそれはトス打撃にはなりませんそのトス打撃の訓練が実践につながり150キロのボールを打つ打撃につながるのですこれが岡田監督の理論です 森下にも同じ指導がされているはずですが、彼は目指す打撃とのギャップを感じており、それに対する適切な反応が難しいと考えています。現状を考えると、森下は今のままではダメだという結論に達しています。彼は変わらなければならない選手です。昨年は打率237であり、今年も238という平均値以下の数字しか残していません。だからこそ 新しいアプローチに果敢に挑戦する必要があるのです。思い切るとは、私は過去の自分を捨てることだと考えています。現状のままでは、2割8分台の打率には達しません。変わらなければ、上にはいけません。岡田監督もそのような期待からアドバイスをしています。まずはある期間、迷いを捨てて試してみることが大切です。その試みには価値があります。2割8分台を打てば どのような打撃をしても文句はありません。それがプロの世界の厳しさです。森下だけでなく、チーム全体の打率もリーグロヒの219と低迷しています。6月の月間打率も202でロヒであり、17試合で35得点という現状です。4番の大山が調子を取り戻していることから、これを利用して先行逃げ切りのパターンにつなげたいと考えています。しかしか 調子は急に良くなることはありません各打者に求められるのは1試合で少なくとも一度はチームに貢献することですそれが出塁であったり相手投手に球数を投げさせることであったりしますスタメン9人が一度でも貢献すればチーム全体としては苦度の貢献となりますこの積み重ねが打線の連携を生むのです誰もが現状に満足しているわけではないはずですアウトや失敗を 次ののアップデートの機会とと捉えることが重要です昨年の優勝経験を持つ阪神のヤシたちはアップデートする力を持っているはずです。ファンの反応結果を出せなければ試合には出られないそこを森下がどう考えるかシーズン中に打ち方を変えることは非常に勇気がいることなので悩む気持ちもわかる岡田監督もキャンプからあの打ち方ではあかんと言われてたから 新人の頃から感じてたことをこのタイミングで指導したということはもう限界に来てるんだろう。正直、大山の後ろに4番を張るのは森下しかいないと思ってる。悩んで大きく育ってほしい。佐藤にしても森下にしても、自分なりの理論を持つのは構わないんだが、プロなら現在進行形で結果を出し続けないといけない。野球はチームスポーツ。岡田も組織を預かる指揮官として。 結果の出ない選手を4年も5年もほったらかしにして使い続けることはできないと思います今岡は現役時代の経験から教え間にならないように意識してると思うが今は1軍の打撃コーチの自分の立場をもっとよく考えるべき何年も先を見据えて選手に接するのは1軍ではなく2軍の打撃コーチだと思う大山復帰の兆し近本中野も動け阪神打線の再生を藤田評論家が指摘 阪神高宇宙 DNA、23日、甲子園球場阪神タイガースの大山祐介内野手29歳が昨日の d n a 戦での4号ソロホームランを含む活躍を見せ4番打者としての力強さを取り戻しつつありますしかし1番打者の近本幸選手は最近3三振を喫するなど調子を落としており中野優馬選手との1・2番コンビも含めて デイリースポーツの評論家である藤田平氏は各打者が役割を見直す必要があると指摘しています大山選手が4番に復帰して以来その力強さが戻ってきているように見えますまだ試合数は限られていますが以前よりも安定した体重移動をしており昨シーズンのような打撃を期待できるかもしれません打線の中で4番の軸が安定すれば1番や2番の役割がより重要になってきますが 近本選手の最近の調子は落ちているようです近本選手は練習中短いバットを使ってティー打撃を行っていますがその影響かスイングの際に左手の返し方が早すぎると感じていますこのため引っ掛けた打球や多くの三振が原因かもしれません mlb の大谷翔平選手が平べったいクリケットバットで練習したことが話題になりましたが打撃において線を意識することが重要です 佐田社であれば右手でバットを引いていくことで自然に左手が返るはずであり、投手の足元を狙うことでスイングを修正するきっかけにもなるでしょう。また、2番の中野選手は今シーズン、走者を置いた場面での打撃で課題を抱えています。昨シーズンのチームは自己犠牲の精神で走者を進めることができていましたが、今シーズンはその面で課題が見られます。4番が戻ったことで 各選手が自分の役割を見直すことが得点力向上につながると期待されますファンの反応タイガースの打線の鍵はやはり12番だと思いますが近本選手は今までの実績からして修正能力も優れているので立て直してくるでしょうただ中野選手は本来の2番打者としての役割を果たせていないようですねこのまま調子が上がってこない場合前川選手を2番に据えるのも一つの手かもしれません 彼は本来クリーンアップに入るほどの実力がありますが、交流戦で2番を務めたこともあり、チームの事情に慣れています。中野選手が復調するまでの暫定的な対応として、前川選手に新しい役割を与えることで、打線の連携が期待できるでしょう。近本選手は相手を研究して打席に立つタイプであり、パ・リーグの投手との対戦経験が少ないことが難しい部分です。 調子が崩れてしまうのも仕方ありませんが、近本選手自身が解決策を見つけることが期待されます。中野選手については、d n a 戦の第2打席での三遊間ヒットなど、得意とするバッティングがあるにもかかわらず、長打を狙いすぎてしまう場面が見られます。彼にには8番で自由に打たせせ昨シーズンののののような役割を担わせるのも良いい案だと思いますその場合 2番には前川選手のようにスタメンで使える成長著しい打者が適任です。前川選手はバットコントロールに優れ、長打も打てるだけでなく、球数を引き伸ばす能力もあります。中野選手は打撃改造を公言していますが、その成果がなかなか出ていないようです。現在は打撃スタイルを元に戻すかどうかを逡巡している状態なのか、あるいはすでに戻そうとして完全に打撃が狂ってしまったのか。 その状況はは明確ではありません。しかしいずれにせよ2番打者としての適性が見られない場合は一時的にスタメンを外すことも検討すべきかもしれません。